では早速入りましょう。なきに、すれ,ずれ,なれば。まずこの接続助詞の2、黄色い部分ですね。黄色い箇所、黄色いマーカーは文法的な説明をします。緑色の部分は重要な単語を意味しています。この2ですが、普通だったらのでとかところとか 「けれどもって訳す」あのいつもののでなんですけどちょっと今回はそれでは訳せません。えー「日がとても長いので退屈なので」ちょっとおかしくなりますのでえー、っとですねこういうふうに「長い上に」と訳してください。えー「その上」というニュアンスをつけて訳をした方があきれいに意味が通ります。 日が体操を長くなった上に、で、連れ連れはやることがないということです。えー、手持ちぶさたとか、所在ないという役も出てくると思います。ので、えー、夕暮れの糸をかすみたるに紛れて、夕暮れが体操をかすんでいるのに紛れて、 あののもちろん源氏がお出かけになりました。で人々は返したまいてというのはお供の人たちです。えー、こういう忍び歩き買いまみをする時に大勢引き連れていたらばれますので、えー、非常に信頼を置いているこれ光だけを連れて行ってるようです。えー、これ3つの阿蘇と覗きなさると。 ただこの西表にしも、樹物据え立て祭りで行う天成りけり。えー、成なりけりが出てきてますが、えー、ここで初めて天気味を見ました。えー、重要なところは、しもっていうのは脅威です。まあテストには出すことはまずないと思います。脅威の副助詞、えー。強めてるだけです。で、仏様を据え立て祭りでるわけですね。据えー、末申し上げて、 行行ううっていののは仏道修行のことですこれは「権行」と訳していますね「権行」とか「仏道修行」とか訳をすればいいと思います。で「なりけり」というのは「出会った」と訳してますけどな、ね、りけりが出てきた時にはまあ基本的には気づきのニュアンスが入ってると思った方が後々便利だと思います。 えー、今回も後でなり蹴りが出てくるので、その時に詳しく説明したいと思います。すだれ少し上げて、はい、すだれを少し巻き上げて、花、縦つるメリ、め、え、り、ー。縦つるは緑入れてませんでしたけど、入れた方がいいでしょうかね。縦つる。縦、え、つ、ー、るは差し上げると訳します。 今回はですね花を差し上げているっていうのは仏様に差し上げてるんですからこういうふうにお供えというふうに文脈に合わせて役を変えています仏様に差し上げるっていうことは仏様にお供え申し上げているというのと同じという理屈ですメリは推定です 根拠を持って推測するときに使う言葉です今回は実際に覗いてみて花を持って差し上げてたから推定のメリを使っているわけですね訳し方はようだとお訳せばいいです中の柱によりいてこの いいという文字は漢字で書いたらこれですということは座ってということになります、えー、中の柱に寄りかかって座って教則の上にお経を置いて教則っていうのはあの肘を休めるやつですね、えー、こういうふうな肘を休める肘掛けと思ったらいいと思います、えー、教則の上にお経を置いて糸悩ましげに読み至る雨気味ただ人と見えず は悩ましいはあのきつそうと訳はしてますけど大義、まあ、そうとかね、まあ、だるそうとか、まあ、ちょっとだらっときつい感じですね悩むって言ったら病気だですけど悩ましいって言ったら、まあ、そ,のそ,そんな感じ、えー、つまりきつそうということです えー、お経を読んでいる天気味は「ただ人と見えず」この「ただ人」というのはですね、えー、ここに書いてますが普通の人とは見えないということですで普通の人とは見えないっていとうことは身分について言ってますね。えー、だからちょっとこうなんとなく雰囲気とか品格とかで「あこの人生まれ育ち、えー、身分高そうやね」というのを 源氏は感じ取ったとということです四十余りなんですね四十歳を超えているぐらいで体操白く当て当ても重要単語を覚えた方がいいね当ては気品があるということです上品ということです体操色白で上品で気品があるんですねで痩せているっていうのはほっそりしているその後 はいえー「つらつきふくらかに」えー「つらつき」というのはほっぺたここ「つ」がちょっと抜けてますけど「つらつき」というのはほっぺたあたりのことです、えー、ふくらかふっくらとしていて「まみ」のほど髪のうつ美しげにそがれたる末もなかなか長きよりもこよのういまめかしきものかなとしみじみとみなさった「ま、え、み、ー」というのは 目元のことです髪が美しい感じでそがれているというのは甘そぎのことです甘そぎというのはこう、まあ、今風に言うとおかっぱ的な感じですね、えー、末というのは毛先のことです えー、なかなかは帰ってと訳せばいいですね。えー「雇用能は雇用なく」の右んびんでこの上なく今目かしは重要単語この統制、えー、風と訳してください。現代風、ね。とおしみじみとお源氏は見なさるわけです。えー、まずはのぞき見シーンで天味の方に焦点を当てて説明しています。 甘み甘気味がなんか上品な感じで身分が高そうな雰囲気をしているということでね、えー。顔形とか髪の毛とかの美しさを説明しています。清気なる大人二人ばかり。さては笑わ,わべぞいでいり遊ぶ、えー。清気なるはさっぱりしたぐらいでいいと思います。大人というのは年配ですね。えー、この状況からして女房のことです。 え女房の大人、年配の女房が2人ぐらい。さてははそれからと訳してください。えそれから子供たちがあー出たり入ったりして遊んでいる。え中に、とうばかりにやあらんと見えて、白き絹、山吹などの苗たる着て、走り来たる女子。 あまた見えつる子供に似るべくもならず、意味熟く老い先見えて美しげなる形なり。一文がとっても長いですね。ここからここまで一文が長い。これが初めて紫の上が登場するシーンです。この10歳ぐらいの走ってきた女の子。これが将来の紫の上です。えー、見ていきましょう。 ばかりにアあらんもうにやあらんのパターンは断定と決まってます断定のなりの連用形です、えー、10歳ぐらいであろうかと見えて白い絹まあこれは下着のことやね、えー、山吹きっていうのは重ねのことです、えー、まあ上着と思ってくださいまあ教科書にカラーで説明があるんじゃないでしょう それでこの「の」がポイントだと思いますが同格の「の」です。えー、したがって役はこういうふうに「で」と訳してください。山吹の重ねなどでなえているというのはあヨレヨレになっているというかなあ柔らかくなっているということです。えー、したがって役は着慣れているとお訳をすればいいです。 山吹色の重ねなどで柔らかい着慣れているのを着てここに補うということね、はい、走ってきた女の子あまたはたくさんでいいです煮るべくもあらず煮るはずもなく意味軸追い先見えて意味軸は体操でいいですね 追い先は将来のことです。成長していく先ですから将来と訳をしてください。で「追い先が見えて美しげなる」と言ってますから将来が見えたというの将来は具体的に言うと美しさが将来の美しさがまあ予感されたということです。えー「美し」は可愛らしいと訳します。 まあ10歳ですからね。10歳だから美しいをその,そのまんま美しいと訳すよりは可愛らしいと訳した方がいいでしょう、えー、形は顔形のことです、えー、髪の毛は扇を広げたようにゆらゆらとしていますね顔は糸赤くすりなして、えー、このね「すってる」っていうのは泣いて、えー、手でこすってるんですね大層、えー、泣いて赤く手でこすって 顔をこの、えー、りは官僚の存続どっちでもいいけど存続の方がいいのかなこの、うんえー、りは存続で取りましょうかねじゃあはい、えー、泣いて立っているわけです で次、セリフが出てきました。何事ぞや、わらわべと腹立ちたまえるか、とて甘味の見上げたるにと書いてるから、あこのセリフは甘味というのが分かります。甘味の言葉です。えー、何事ですか子供たちと腹立ちたまえるかというのは喧嘩したのかということです。た、え、ま、ー、えるとあります。これは四段の依然形というのがわかるから、これは 官僚のとということがわかります、はいえー、喧嘩したんですか?」と言って天気味が見上げたその顔に少し覚えたるところあれば、えー、この覚えは似ていると訳してください。えー、覚えって「思われる」ですよね。思われる そういうふうに思われるっていうことはま似ているということになりますので、えー、似ていると訳してください。えー、子供であるようだと源氏はご覧になる。何、えー、メリが出てきました。えー、発音便ですね。えー、元々の形はなるメリです。えー、なるメリっていうのは断定と推定のくっついた言葉です。 えー、これが発音瓶になって何メリ。発音瓶は表記されなくって滑、えー、りと変わります。えー、ですから役は子供であるようだと断定と推定の役を必ず両方とも出してください。はい。えー、子供であるようだ。 だからここでではは結果的には勘違いなんですね。甘君というのはおばあちゃんですからお母さんは亡くなってますのでここで源氏はちょっと勘違いをしているということになります甘味がちょっと見上げた顔がそのさっきの可愛らしい女の子に似てるところがあったんですねはい、えー、では続きいきましょう一番有名なセリフですね紫の上の初めての発言になるということでしょうか えー、紫の上の初めてのセリフです。えー、スズメの子を犬が逃がしつる。伏せ子のうちに込めたりつるものを、えー、有名なセリフですね。えー、スズメの子を犬が逃がしちゃったの。はい。えー、っとですね。犬というのは実際にワンワンがいるわけじゃなくて、これは女のわらわですからね。目のわらわです。えー、別の女の子がいます。それが犬。 と名前があるわけです本当の犬じゃないですよこのワンワンではありませんからね、えー、ワンワンじゃない人間ですからね、えー、これはどう見ても猫に見えますねはい、えー「スズメの子を犬きが逃がしちゃったの」の「伏せ子のうちに閉じ込めていたのに」と言って大層口押しと思っている「口押しは残念だ」「思い入りは完了」ですね この至る大人、例の心なしのかかる技をして苛まるるこそ糸心づきなけれ、いずかたえかまかりぬる、糸おかしゅうようようなりつるものをカラスなどもこそ見つくれとて立ちていく。これも一文が長いんですが、えー、主語はこの大人です。えー、この座っていた大人、これが主語ですね。はい、これが主語です。 でこれは誰かというと多分女房でしょうね。海、え、女、ー、さんのそばに座っていたあ多分女房のことでしょう。で女房が何て言ったかというと「例の」っていうのは重要単語「いつものように」というふうに、えー、副詞的に訳をします。「心なし」っていうのはうっかり者の,のことです。 ここれはのことを指しています。いつものようにうっかり者がこのようなことをして叱られるっていうのは本当つまらんことよねという文章です。えサイナマルルっていうののルルは受け身です。受け身のルの連体形です。 えー、心づきなけれっていうのはこその結びになっているということね以前形に結んでます、えー、この単語は気に食わないと訳をしてくださいいつものようにうっかり者がこのようなことをして叱られるのは本当に気に食わないことですどこへ行ってしまったのでしょうかこれはスズメの子供のことですよどこへ行ってしまったのかっていうのはスズメがどこに逃げたのかということです おかしゅうおかしゅうはこれはですね、おもむきじゃなくてかわいらしくと訳せばいいと思います。体操かわいらしくう、だんだんなってましたのに、ようようは次第にですね。だからだんだんかわいらしくなってたのに、と残念があってます。で、次も非常によく出てくる例文です。カラス。 鳥じゃないですよ。カラスなどもこそ見つくれ、えー、これは必ずテストに出ます役をしろと言われると思います、えー、なぜかというともぞもこそっていう用法がとっても大事だからです、えー、書いておきます「もぞ」とか「もこそ」が出てきた時に役、えー、はですね「何々したら困ると訳します懸念を表す言葉です はい、懸念を表す言葉です、えー、ですから「カラスなどもこそ見つくれ」えー「カラスが見つけたら困る」というふうに訳をしてください「えー、もぞもこそ、ね、知っとかんといけません」例えば「雨もぞ降る」「はいこれ訳せますか雨もぞ降る」えー、これは「雨が降ったら困る」ということです「もぞもこそ」は必ず覚えておきましょう。と言って立っていく。 神がゆるるかで体操長くて目安き人なり何メリですね目安き人っていうのは見た感じが良いということです、えー、目で見てやすい安心だから、まあ、見た感じが良い,いということです何メリは先ほど説明しましたであるようだと訳してくださいはい昭和納言 のメノトと人が言うような人はこの子の後ろ身なるべし、えー、ショーナ納言のメノトっていうのが紫の上のあ、あのー、お世話役なんですね、えー、すぐそばにくっついていろいろお世話をしているのがショーナ納言のメノトです。 このメールはテストには出さんと思いますね。まあ、ようなって遠曲で訳しとけばいいと思います。後ろ身は知っとかない,といけませんよ。世話役、後見役って現代語でもあります。後ろ身は世話役です。それから地味に大事なのはなるべしです。なるべしというのは、 あこれなるべしだけで一本論文が書けるぐらい結構いろいろなことが詰まった言葉なんですけどまあとりあえず受験としては何々に違いないと訳をしておけばあ大丈夫です、えー、なるべしが出てきたら何々に違いないと訳をしておきましょうはい、えー、こういうふうに雨気味の描写そして、えー、スズメの子を犬木が逃がしちゃったのと言ってまあみんなでドタバタしている描写がありました えそこから話がちょっと展開してきます。天狗が再び登場してきますえ。では見ていきましょう。えスズメの騒動の後は天狗のセリフになります。い、え、で、ー、アナ幼なや。いでとかアナは感動詞の類と思ってください。まあとかなんてと訳します。え幼なやっていうのはなんて幼いの形容詞の語感の用法ですね。 誘拐の物の下もかな。はい。誘拐なしは言っても甲いがない。言っても意味がない。言っても無駄だあ。つまり仕方がないということです。言っても仕方がない。えー、言っても仕方がないほど幼くいらっしゃると天君は紫の上に対して、まあ、ちょっとこう怒ってるんですね。えー、本当幼いんだから、仕方がなく、仕方ないほど幼くいらっしゃるね。おのが 各今日明日に覚える命をば何ともおぼしたらで、はい、このおのがのがはですねあの四角のがで訳してる訳もあるかと思いますがのにしときましょう、えー、がというのはのと同じ用法が基本ですので私の どこにかかるかっていうとこの命にかかるね私のこのように今日明日かと思われる命を私の命今日明日かと思われる命というふうに考えてください何ともおぼしたらで鈴芽したいたもうほどよ何、はい、ともお思いにならないで鈴芽をしたいなさるなんて罪 得ることぞと常に聞こえるを心浮く、えー、罪というのはあ具体的に言うと雀、まあ、を捕まえるっていうんですけど仏教的に言うと生きているものを捕まえるっていうのはあ罪なんだということです、えー、いつも申し上げているのに、えー、聞こえるは謙譲語です、えー、申し上げると訳します、えー、心浮く つらいですけど、まあ、今回は「情けない」と訳してください。と言って雨君、えー、は紫の上を、まあ、ちょっと指導しているわけですね「こっちへいらっしゃい」というので、えー、ついたり、えー、紫の上少女は膝をついて座った、まあ、ちょっとシュンとした、まあ、怒られてシュンとしてるわけです。 で次に続くのがその少女後の紫の上の描写が続きますつらつき糸ロータゲにて、えー、つらつきはまあ顔つきで結構です糸は体操ロータゲというのは可愛らしいですねローたしってからしいですけどロータゲなりも同じです眉の渡り内けぶり、えー、渡りはあたりです眉の辺りが ち、えっと、煙ってるっていうのはですねそのまだ眉毛を全部剃ってえないということね剃ってなくてまだその普通の眉毛があるということです昔の人は眉毛を全部剃って、えー、描いてました、えー、だからまだあ子供で眉毛を剃ってないということでしょう眉のあたりがぼーっとしてまあ要するに毛が生えてるってことね えー、まだ毛が生えてることを言うこと。まあ、毛があると書いておきましょうね。えー、まあぼ、ぼーっとしてる、えー。つまり毛が生えてる。言い訳なく、かいやりたる額付き。言い訳なしは重要語です。幼いということです、まあ。あどけないとか訳しておけばいいでしょう。か、えー、いやるは書きやるですね。書き上げている額の様子。えー、かんざし というのは髪の生え具合ということですまあ髪の様子のことですねイミジュは体操美しは可愛らしいネビュー感は成長していくですこのあたり紫の上の可愛らしい様子が描写されています成長していく様ですね成長していく様子を 見たい人だな。ゆかしときたら、これも定番ですね。ゆかしというのは、見たい、聞きたい、知りたい。ゆかしは、見たい、聞きたい、知りたい。心惹かれることを表します。成長していく様子を見たい人だなあ。心ね、あの気になるということです。と、目止まりたもう。源氏は目がお止まりになる。はい、次の一文は非常に大切な箇所です。 テストにも出るんじゃないでしょうか。はい。えー、猿は限りの心を尽くし聞こえる人に、意図ように立てまつれるが守られるなりけり、と思うにも涙ぞうつる、えー。この最後の涙が落ちたというのは、源氏の涙です、えー。源氏は涙をこぼしています、えー。ですからテストとしては、この時の源氏の心情、気持ちとか、なぜ源氏はあ泣いているのか、 うういい聞き方をするんじゃないでしょうか、えー、光源氏はなぜ涙をこぼしているんでしょうかこの前の部分に書いてます、えー、見ていきましょう「猿は」というのは「というのも」と訳してください、えー、これはあこの直前の部分自然とこの女の子に目が止まっているわけです、えー、というのもと補足説明をしてます、えー「限りの心を尽くし聞こえる人に意図ように奉れるが」 えここのですね骨格だけを見るとこのこの人にとてもよく似ているのがじっと見つめてしまう理由だったんだというのが骨格です。このの誰々に似てているのが見つめてしまう理由だだったんだということは誰かに似ているからこの少女が誰かに似ているから、まあ、思わず認めあの見つめてしまう。 じっと見てしまうということですじゃあ誰に似てるのかです、えー、実はですねこれは本文にはこの教科書の本文には出てきません、えー、限りの心を尽くし聞こえる人っていうのは実は藤坪という人です藤坪、えー、という人が誰かをこの右の経図をご覧ください、えー、光源氏は霧坪邸と霧坪の行為の子供です でこの桐ボの行為というのは源氏を生んでからすぐに死んでしまいます亡くなってしまいます、えー、ですから源氏としてはあまりお母さんのことを知りませんで桐ボ帝は大好きだった桐ボの行為がなくなってしまって、えー、その彼女に似ている藤ボを連れてきます、えー、だから源氏としては亡くなったお母さんに似ているっていう藤ボに、えー、心を寄せるんですね、えー、憧れの人です それで、えー、今回出てきた、あのー、女の子紫の上は、えー、このツボに似てるんだと源氏は気づくわけです。で、えー、っと、まあ、この時に源氏は知りませんけど実は紫の上は確かに似ているのは道理で、えー、ここにいるわけです。紫の上は系図で言うとここに入ります。ツ、え、ボ、ー、との関係を見てください。 ののお兄ちゃんの子供ですまあ姪にあたるわけね、えー、ですからまあ確かに似ているわけです、えー、まあなんとなくそれを、まあ、あ知識はなくっても光源氏は感じ取ったわけですねえー、限りなくお慕い申し上げている人つまり藤坪に体操よくに申し上げているのがあじっと見てしまう理由であったんだ、えー、この「 守るはじっと見つめると訳しますね。でこのルルは文法的に言うと自発をとってください。自発のルの連体形です。自然と見つめてしまうというふうにとってください。 で、この後ろについている「なりけり」えー、これも大事なんです。え「な、ー、りけり」というのが出てきたらですねこの「けり」は「気づき」で訳すとうまくいくことが多い。えー、そうであったんだというふうに訳しましょう。えー、文法的な説明の時には「英単」と訳すあば分類すればいいんですけど、えー、もっと細かく専門的に言うと「気づきのけり」。 といいう,うに言われています、まあ、頭のどこかにはあったんだけどそれがこう認識されたっていうかな表に出てきて認識されたという時に使います,なりけりですあだから自然とこうなんか目があの女の子に目が止まってたんだけど、まあ、というのも藤壺によくに似ているのが自然と見つめてしまう理由だったんだと気づいたというのが あ源氏が泣いている理由ですえー、ここの箇所は何かしらテストに、えー、出される箇所です、えー、よく気をつけておいてください、えー、続いて天気味のセリフがあしばらく続きます天気味、髪をかきなでつつ削ることをうるさがりたまえどお菓子の身ぐしや 山君はあ女の子、紫の上ですね。えー、少女の髪をかきなでて、えー、この筒は反復でいいんじゃないでしょうか。かきなでかきなでして、えー、削るっていうのは髪を溶かすことです。えー、溶かすことをうるさがるあ。これはもう結構知っとった方がいいかもしれませんね。うるさがるっていうのは面倒がる。面倒に思う。えー、面倒がりなさるけれど、お菓子の見ぐしや、 お菓子はここでは趣深いではなくて美しいと訳せばいいんじゃないでしょうか。糸墓の物の下もこそ哀れに後ろめたけれ、はい墓なしは頼りないと訳せばいいんですね。えー、頼りないってことはつまり幼いということです。体操を頼りなく 幼くものしたもはいらっしゃるとしてくださいものすは大同士です、えー、体操を幼くいらっしゃるのが哀れに、えー、後ろめたけれはい。哀れにはここは可哀想でとしてください後ろめたしは重要単語気がかりですかばかりになれば意とかからぬ人もあるものをと言ってますね,、えー、ですねこれほどになるっていうのは 年齢のことを言ってますこれぐらいの年になると意図かからぬ人もあるものをはい、えー、体操ですね意図は体操かからぬはあこう直訳するとこうではないかくあらぬ人ですからこうではない人です、えー、こうではない人っていうのは具体的には何かって言われたらあ幼くはない人ということです えー、あるものあるのに子姫君は唐ばかりにて殿に遅れたまえしほど、えー、この子姫君というのは紫の上のお母さんです、えー、ここでは少女と書いておきますがお母さんですね、えー、お母さんは10歳ぐらいで、えー、殿というのは天君にとっての旦那さんですね、えー、殿に遅れたまえし遅るも重要単語です えこれは「先立たれる」とか「死に遅れる」という言葉です。10歳ぐらいで「えー、殿に遅れたまいし」ほど先立たれなさった頃に「えー、意味重」「物は思い知りたまりし」ぞかし」はい「意味重」は体操ですね。「物を思い知っている」っていうのは物事をわきまえていると訳せばいいです。 えー、知りたまえりしぞかし、えー、官僚のりですね。えー、上が余談の依然形だから、寂しいが思い浮かびます。えー、この詩は過去ですね。ぞかしはでだよね、と念を押す言葉です。物事をわきまえなさっていましたよね。えー、ただいま、己見捨てたてまつらば、いかで世に負わせんとすらん、と言って、 気味はちょっっと怒ってるわけですね、えー、ただいまはたった今己見捨て立てまつらば私が、えー、ここにあなたをっていうのを補いましょう。えー、こういうことですね、えー。私があなたを見捨て申し上げたらいかで世に負わせんとすらんいかではどのようにして。 で世に居すっていうのは暮らしていくということです。世にいるっていうことはね、世の中にいる、世の中で生きていく、世の中で暮らしていくということです。どのようにして、えー、暮らしていこうとしているのでしょう。えー、このラムは現在水量のラムです。えー、この巣は左辺の収支形ですね。 と言って忌みじく泣くを見たもうもすずろに悲しい。大、え、祖、ー、を泣いているのをご覧になるのもわけもなく悲しい。これは源氏ですね。源、え、氏、ー、が覗き見しながら、あ雨気味がこう、えー、泣きながらあ紫の上のことを心配していますので、それを見ているとわけもなく悲しくなってくるということです。 はい、えー、今度はあー紫の上、少女の方ですね。幼な心地にも、子供心にも、さすがに打ち守りて、さすがにはそうは言ってもやはりでした。えー、守るはじっと見つめるです。えー、子供心に、えー、紫の上はじっとお,おばあちゃん、甘味を見つめています。節目になりてうつぶしたるに、はい、節目になってうつむいていたところに、こぼれかかりたる髪、 つつややととめでとう見う、えー、こぼれかかっている髪がつやつやと素晴らしく見える、はいえー、では和歌の説明をします、えー、何かしらテストに出るでしょうから少し細かくやりたいと思います、えー、まずこの歌全体なんですけど「おいたたんありかも知らぬ若草」なんかこういう若草って言ったら子供っぽいイメージがしますから あ、これを読んでるのは甘気味っていうのがなんとなくわかると思います内容としては先に結論をここに書いてますけど、幼い紫の上を残して死ぬ。もう死ねないな。な幼い紫の上を残しては死ねないな紫の上を心配する甘気味の歌ですこれを頭に置いて、もう一回細かく読んでみましょうおえ。 立つというのはまあ成長するってことですありかというのは場所ですね、えー、だから直訳するとここに書いてる通り、えー、成長していく先の落ち着き場所ってことです成長してどこに住むのか、えー、成長して誰のとこに行くのかってことね、えー、つまり一番具体的に言うと結婚相手のこともわかんない、えー、どこの誰と結婚するかもわからないということです えっと、古典の中でですね、その、娘さんの心配をする親っていうのは、やっぱりこれが一番大きいです。えー、将来的に身寄りがない、頼る人がいなくなったら大変ですから、できるだけ、えー、しっかりした人と結婚させたいというのが大前提にあります。えー、そのことを心配してるんですね。結婚相手がはっきりと決まっていない。えー、誰かいい人は、しっかりした貢献役の男性はいないかしらというのが、 あ天気味としての心配事ですねたが、えー、ってこの「若草あ」ここにもう一個吹き出しを作ってますが「若草」っていうのは誰のことかと聞かれたら「紫の上」と答えてください。で「遅、えー、らすつゆぞ」っていうのがちょっと分かりで遅らすつゆ」っていうのがちょっと分かりにくい表現ですが。 送らすっていうのは送るにスがくっついてますね。送るって先立たれる死に遅れる。だから死に遅れるに刺激のスをつけてるイメージをしたらいいんじゃないでしょうか。死に遅れるということをさせるってことね。紫の上に対して死に遅れる先立たれるということをさせるつゆなわけです。えだからそれをわかりやすく訳したらまあ紫の上をこの世に残すというふうに。 うまいこと訳をしたらいいんじゃないでしょうか。死に遅れるということをさせるってことは、まあ若紫をこのように残していくというふうに言い換えて訳をしてください。で、つゆっていうのはもう若でつゆってきたらもう儚い命なんですよね、えー。梅雨ときたら儚い命です。儚い命を例えてつゆっていうふうにしょっちゅう使いますから、もうこれも覚えておいた方がいいです。 えー、ってことはこれは雨気味のことです。えー、もうすぐ雨気味があ,あんまり長くはないということを自覚してるということでしょう。はい。えー、ということで、えー、最後、消えん空なき。これもちょっと難しいんですが、消えるような空がないって言ってるわけです。えー、最後、こういうふうに訳したらいいんじゃないでしょうか。露のように儚かない私の命が あ消えようにも消えるような空がありません、えー、このように訳したら、まあ、死んでも死にきれないというふうなニュアンスがあ分かるんじゃないでしょうかねこの辺ね消、えー、消ええよようううにににももるるななな空がないいい要すす死死んでできれないということこ非常に紫の上の将来が心配で、えー、も,うもうすぐ私は死んでしまいそうなんだけど死んでも死にきれない えー「心配だわ心配だわ」という気持ちが表現されていますまあテストで出ると言ったらここを書いてますが、えー、今さっき言いましたあそれぞれね若草が紫の上梅雨が雨気味を指しているというのがあよく覚えておいてください、えー、もし表現問題が出るとしたら縁語だと思います、えー、若草露それから消えるこれが縁語となっています 選択肢で出されるでしょうねもし表現問題が出るとしたらこの援護の問題だと思います「天気味の和歌」の後には別の女房が出てきて和歌を読みますまた至る大人これは座っている大人の女房が「下にはなるほど」と同意を表す言葉ですねなるでは「天気味の和歌」に答えた女房の歌を見てみましょう初草の 追いゆく末も知らぬ間に、イカデカつゆの起源とすらん。イカデカ、このね和歌っていうのは基本的にはこの下の句の後半部分が一番言いたいことが書いてますので、えー、難しい和歌難しくてわからんですけど、もうとにかく下の句に注目しようというのがあのー、一番最初のステップだと思います。えー、とにかく下の句に注目して、えー、テーマを読み取った方がいいと思います。 えー、下の句に言いたいことが大体書いてますので、えー、だからこれを見ると「いかでか梅雨の起源とすらん」ですから、えー「どうして梅雨が消えようとするのでしょうか」「どうして雨君が消えようとするのでしょうか」「いや消えちゃいけません」ってことはあこういうことになりますよね「雨君、えー、死んじゃダメよ」というふうに、えー、女房が応対してるわけです。 これはそれほど重要な語法はありませんのでさらっと訳を見ていきましょう、えー。初草っていうのは誰を指してますかといったらもちろん、えー、これは紫の上のことですね。えー、まあ女の子ですけどね。えー、紫の上が、えー、追いゆくは成長するで。末は将来のことです。も知らないのに知らないうちに、えー、どうして露、えー、っていうのは あさっきと同じようにここでは天気味のことを指していますまだ紫の上は成長していないのにそれ成長していくまたその先を見ていないのに、えー、どうしてあなた天気味は消えようとしているんですかダメよということです、えー、ここに訳を書いてます初草すなわち紫の上が成長していくその行く先もわからないうちに、えー、どうして梅雨 つまり甘気味が消えようとするのでしょうか。いえ、紫の上が成長されるのを見届けなければなりませんよ。というふうに甘、えー、気味に対して、ちょっとこう気落ちしてるというかね、えー、もう私は死んでしまいそう、でも死にきれないわと言っている甘気味に対して、えー、こういうふうに励ましの和歌を送ってるというふうな女房の歌でした。はい、えー、では本文に戻りましょう。 はいえー、ではラストスパートですね。と気候ゆるほどにと申し上げた時に、えー、ソーズあなたより来てあなたは向こうからと訳します。でソーズのセリフが続きます。こなたはあらわにやはべらん今日しも橋におわしましけるかな、えー、こなたはこちらあらわは丸見えということです、えー。にやはべらんと出てきたら断定のなりですね。 下このしもは驚異の副助詞です。えー、ですから、限ってと訳してください。端におわしましけるかな。ここ、えっとですね、端にいらっしゃったんですねって、あのー、ちょっとこう注文つけていますけど、つまり、部屋の中の方にいたら、あ外からは見えない。端っこのベランダ、縁側の方にいるから、 外から丸見えで誰かに見られてしまいますよとそういう忠告というかな注意をしているわけですここの上の日尻の方に源氏の中将のわらわやみまじないにものしたまいけるをただいまなん聞きつけはべる、えー、源氏があこの上の日尻のもとを訪れて、えー、病気のおまじないをしているわけですね えー「ものす」というのは大動詞と言って、まあ、大体は「行く」とか「来る」の代わりになります、まあ、文脈に合わせてうまいこと訳をしたらいいと思います、まあ、大体は「行く来る」の代わりです、えー、ただいま聞きました。 意味中忍びたまいければっていうのは源氏がとということです源氏が大層お忍びでいらっしゃいましたので私は知りませんでここにいましたのに御とぶらいにも申でざりけるとぶらいはまあご訪問つまりお見舞いのことです文脈上お見舞いと訳したらいいと思いますとのたまえばとおっしゃるので主語がここで変わりますね 相図が主語だったのが今から天君が主語に変わります。天君は「アナイミジア」「まあ大変」「大層怪しき様」この「しは「不思議だ奇妙だ」じゃなくて「見苦しい」とか「粗末」の方を訳してください。大見苦しい様子を人やつこれは文法的に言うとここで切れますね。 「つ」は脅威ととっていいでしょう。「ラム」は現在推量でしょう。この矢は疑問、かかり結びの疑問です。だから、人が見てしまっているのだろうかという風になります。「誰かが見てしまっているでしょうか?」と言って、すだれを下ろしたと。この「つ」は完了です。 まあ今風に言うとこうカーテンを閉めて外から見えないようにしたということですね。このように罵り玉を光る源氏、罵るは重要単語です。普通は大声で騒ぐって覚えていると思います。えー、ここで大声で騒ぐと訳したら意味が通じませんから。こういう風うに評判されてるとみんなから大声で騒がれてる。つまり。 プラス評価すると高い評判でいらっしゃるというふうに訳してください。えー、ラストシーン、はいえー。かかるついでにこのようなついでは機械、見立て祭り玉ワンやこの謙譲語ですね、見申し上げませんか、源氏に、えー、お会いしませんかと、源氏を見ませんかということです。 えーまあ、それぐらい源氏はあ、まあ、時の人というかスーパースターだったんでしょうね世を捨てたる奉仕の心地にも世の中というのは俗世間俗世間を捨てたあ奉仕の気持ちにも意味じゅう世の憂え忘れ憂えは心配つらさ弱いのぶる年齢が伸びるですね、えー、年齢が伸びるような人の恩ありさま ここれはイコール源氏のことですだから「の様子が素晴らしいといととうことです坊さん」「俗世間捨てて世間との縁を切った坊さんの気持ちでも光源氏を見たら世の中の辛さを忘れて寿命が延びるほどなんだと」とそれぐらい光源氏のスターぶりが分かりますね。「いで」「さあ」と訳しましょう。 音消息、消息。えー、これは普通手紙と覚えていると思います。まあ、他にも、訪問した時の挨拶なんていう意味もあります。まあ、今回はまあ手紙でもいいですし、まあ、ごあ拶でもいいと思います。どっちかで訳をしてください。えー、ご挨拶を申し上げましょう。と言って立つ音がするので、えー、帰りたまり ここれはは、は最後とということです。もうさっきすだれも下ろされてしまったしもうさあ中に入ろうっていう雰囲気になったのでもう今更ら覗きをしていても仕方ないから「源氏はこれで帰ります」ということです。大体いい試験範囲この辺で教科書切れるんじゃないでしょうか。大体いい本文の解説はこれで終わります。 本文で出てきた重要な単語を一覧にしてまとめています、えー、これを見て、えーまあ、試験のチェックテストに使ってください、えー、光源氏がこれつと一緒にい、えー、をしているシーンですで。この家の中には甘君がいて、えー、女房がいて、えー、紫の上がいてその他の子供たちがいるで「スズメが逃げちゃったわ」っておかわなんていうかな あ、あどけない様子で泣いている紫の上で、それを諌めて、あなたはもっとしっかりしないとね。将来心配だわと言ってる雨気味。雨神で最後2つ和歌が読まれていましたね。ねこれが源氏、光源氏が初めて紫の上を目撃した垣間見したシーンです。まあ、源氏物語の中で最も有名なシーンと言えると思います。 えではテスト勉強をしっかり頑張ってください。ありがとうございました。